中日、ライデル・マルティネス年俸、たったの2億円わらわら。56登板、4勝3敗5ホールド39セーブ、両リーグ最多、6失点、防御率 0.97、年俸2億円。安すぎやろ。はした金でこき使われてかわいそう。中日じゃもう金出せないだろ。中日が育てたんやし安くて、もしゃあない。育成からここまで育てたんやろ、大したもんやな。最初出てきた時クソしょぼかった気がする。中日で自慢できる選手こいつくらいやろ。大満走塁して泣いてたのくさ。大満走塁で森重に怒られてたのがこんなになるとは。なんで中日と3年契約なんてしたんや。せめてソフトバンクにでも行っとけ。最低2倍はもらえたのに。中日でキャリア過ごしてるのマジで無駄すぎる。まだ26とか 120% メジャー行くやん。普通にメジャーで活躍できるくらいのポテンシャルはあるよな。MLB 行けるなら抑え待遇で10億以上は行くやろな。前はメジャーでもやれると思ってたけど、オスナ見て無理やなって思ったわ。本物の1000級のメジャーのリリーフにはまだ届いてないわ。